皆さんこんにちは、カイラです。今日は私の毎日メイクを紹介したいと思います。ずっとインスタのコメント欄とかでメイク法を知りたいとかすっごい来てたんですけど、なかなか撮る機会がなくて、やっと今日できるのでぜひ見てってください。まず私は日焼け止めからやるんですけど、トーンアップ UV エッセンスのラベンダーの方。私自称ブルベなんですよ。ブルベに似合う色をラベンダーって聞いたので、それをずっと使ってます。こんな感じでやりました。コンシーラーは NARS のラディ&クリーミーコンシーラー。これでスポンジで押さえる前にちょっと置いておいて、私ここになんかポツポツみたいなのがあるので、しかもクッションファンデで押さえていきます。お姉ちゃんが色合わなかったのか分かんないけど、もらったのでこれをずっと使ってます。でなんか最近本当にメイクが変わったんですよ。なんか前までアイシャドウ重視だったんですけど、まつげ命みたいになってるので、メイク法も紹介できたらなって思います。このスポンジはちょっと水分を含ませたやつです。そしたら多分これ有名なやつだと思うんですけど、つけたまま寝れるし洗顔不要のスキンケアパウダーみたいな、クラブ SP ホワイトニングパウダー。これはちょっと白くなるかなっていうぐらいです。あとさっき あのテカリを抑えていく感じです。はい、次にアイシャドウに移っていくんですけど、アイシャドウはロマンの BT パレット02番茶色の方です。ピンク系もあるのかな。アイシャドウは本当に最近薄めになってるので、まずこの一番明るい色とこの2番目に明るい色をちょっと混ぜてまぶた全体塗っていきます。でこれを塗り終わったら、この一番暗い色を目尻のアイライン側にこのチップの先っぽで取ってアイライン引くみたいにシュッシュッてやっていきます。やりすぎるとなんか変になっちゃうから、これは本当にちょっとで大丈夫。あと下まぶたはまつげをやってからやります。でもまつげを上げていくんですけど、これは多分どこかわかんないけど一番安かったやつを選んだんだと思います。まつげはこうなって垂直になってるって、まぶたに沿ってるのが嫌なので、ちゃんと緩く不安ってなるようにやっていきます。ずっとメイクはメイク企画、毎日メイクとか顔メイクとかをやってみたくて、 K-POP アイドルのメイクとかすごい勉強してたので、今日やれてすごく嬉しいです。まつげを本当にギンギンに上げたので、マスカラはまたロム&なんですけど、ロム&HA フィックスマスカラの一番暗い色よりは次に明るい色だと思うんですけど、黒いやつを使ってます。これは伸びるタイプだと思うので、上に伸ばしていきます。本当にまつげは長いのと束感が今は命なので、こんな違うこっちないでしょ、まつげが。こっちはなんかまつげって感じ。なんか前まではヒロインマスカラのブラウンを使っていたんですけど、極細だとなんかやりづらいなと思って上まぶたに。最近買ったのがロム&のやつなんですけど、下まつげ用にヒロインメイクのマイクロマスカラアドバントフィルム02ブラウン。下まつげは涙袋に沿って大丈夫。伸ばし目下にって、面長だからあんまり目立たないブラウンとかにしてます。下まぶたにジルスチュアートのアイジュエルデュー07番を使っていきます。これは平沢遥ちゃんから誕生日プレゼントのお返しってことでもらったんですけど、初ジルなんですこれ。めっちゃ使ってます。最近ありがとうございます、遥ちゃん。なんか自然なラメみたいな。次にキャンメイクのスリーウェイスリムシェードライナー02番。これはアイラインじゃなくて、ここの三角ゾーンの下まぶたの際に塗っていきます。キリッとした目になる気がして、最近はここにラインをここに塗ってます。でそしたらアイラインを引いていくんですけど、最近はキリッとしたアイラインがあんまり好きじゃなくなってて、アイブロウで描いてるんですけど、タナエクセルのパウダー&ペンシル、ちょっと長めに出して三角ゾーン
ちょっと長めかな。薄く描いていきます。前までは本当に茶色のアイラインを使ってたんだけど、自然な感じが好きになって、長くしてるまつげと相性があんまり良くなくて、こっちのアイブロウで描くのにハマってます。最近自然な感じに目の横幅が広がると思って。でこれはメイリーちゃんのクリスマスコフレ3点セットのラメライナーと、なんかブラウンだから目尻に入れると深みが出るから、この三角ゾーンに入れてます。さっき描いたアイライナーの追加みたいな感じ。マスカラがちょっと乾いたので、何でもいいんですけど、まつげを溶かすコームで束感を作っていくんですけど、インスタ用の写真とか撮るときに、まつげ長い人とかをなんかテクとか見てると、ダイソーの付け間をハサミで一束ずつ切ってやってるみたいな方がいて、それを最近真似してます、家では。そしたらメアリちゃんとレピピさんのコラボの RP マルチパレットの02番の方を使っていきます。一番明るい色のラメを使って、下まぶたの目頭ら辺に塗っていきます。目は以上です。ハイライトをしていくんですけど、ハイライトはキャンメイクのハイライター HR01。 ちょっと手に取って、鼻と鼻筋がもともと遺伝で鼻が高い人だから、あんまり存在感は出したくないので、けどちょっと鼻筋を見せたいから、光が入った時に綺麗なようにやってます。で次にリップなんですけど、リップは2種類使ってて、リカフラッシュのジューシーリブティーンと06ルーブラウン。全然読めないんですけど、多分みんな見たことあると思うんで、キラキラして可愛い。まずリカフラッシュの方を、すごいもう使ってるんでほとんどないんですけど、ついてるかついてないぐらいかでしごきます。しごく下から塗っていくんですけど、結構大胆に塗って大丈夫。そしたらさっきの可愛いリップを、これなんかベージュっぽくて可愛いんです。これをちょっと上に取ってぼかすように塗ったら完成です。これで私の毎日メイクは完成です。初めてこういう感じを撮ってみたんですけど、コメントとかくれてた子たちの参考とかになれば嬉しいです。真似してみてください。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。感想、コメント欄にお願いします。バイバーイ。